明治安田生命 J1 鹿島ゼロの1広島第3節10日鹿島鹿島アントラーズがホームでサンフレッチェ広島に敗れた。大岩合監督が昨年5月31日に就任以来負けなしだった鹿島スタジアムでリーグ12試合ぶりに黒星を喫した。春のオーストラリアでの移動から中1日での試合で大岩監督は選手は厳しい、一定の中でしっかり90分間戦ってくれたと思うと悔しさを押し殺して話した。主導権を握られた前半を無失点に抑えて攻撃に出ようとしていた後半立ち上がりだった。 MF 三竿健との縦パスが相手に渡って先制点を許した。相手のクロスを止めた時近くしか見えていなかった。小笠原、三尾さんが見えたので、通ればチャンスになると思った。そこは自分の判断ミス。その後は猛攻を仕掛け、途中出場の FW 鈴木優馬が倒されて PK を獲得したが、FW 金崎ムーのシュートは相手 GK 林拓人に止められた。12本のシュートはゴールネットを揺らせなかった。PF 正次元は、彼ら、攻撃陣に今まで何度も何度も助けられて、何度も何度も勝利をくれて、勝利に値するゴールを決めてくれて、チームを救ってくれた。入らない時だけ、ああだこうだというのはナンセンス。僕たち後ろがしっかりゼロで終えられなかったことが申し訳ない、とかばった。中2日でアクルシドニー FC 戦を迎える。次は大会が違う。切り替えて頑張ります。